わけで、今回は、こちらのフライウー2207のレビューをしてみたいと思います。ちょっと最近、6S 対応のモーターも結構増えてきて、まあ、割と、コストパフォーマンスが良さそうなものも結構増えてきてですね、このフライウー、ちょっと試してみようかなと思って、買ってみました。ちょっと開けてみますけど、これが2個入り。モーターは、こんな感じで、なかなか出てこないな。うざい感じの入れ方になってました。これを出して、見ますと、まあこんな感じになってますね。フライウーエアって書いてありますね。ニンって書いてあります。ニンシリーズ。フライウーニンモーター2207-1750KV。で、まあなんか、忍者をモチーフにしてるらしくて、忍っていう名前らしいんですけどね。でこのフライブモーターが、22ミリ幅の7ミリ高さの2207サイズ。で、ベアリングには MSK ベアリング、9ミリベアリングが使われていて、ボルトパターンは 16×16。で、6S、2S から 6S 対応で、重さは 33.5g ということです。でですね、まあ、チタンシャフトになってます。フライウー、ニンモーター、32.8。で、次に、ジョニー FPV、同じく 6S 対応の 1750KV、2207。スペック的には一緒ですね。30.6。お、軽い、優秀ですね。次が、T モーターの F60 Pro 2の2207、1750。まあ、どれもスペック的には全部同じですね。こちらが 32.8 なので、まあ、フライウーと同じ重さですね。ジョニーモーターは軽いですね。うん。30.7。まあ、今回ですね、この、後ろの、ナット。このナットが、2ミリでできるようになったので、モーターを締めるネジ、ツールと同じもので、外せるようになったんですよ。まあ、それはちょっと、嬉しいですよね。してみると、こんな感じですね。ちょっとこのメタリック調の外観も結構綺麗ですね。2306シリーズだとゴールドになるみたいなんですけどね。残念ながら僕は2207ユーザーなので、このちょっとメタリックグレー的な感じのやつになります。ベルの下のケーブル、ワイヤーケーブル、モーターのワイヤーケーブルが出てるところなんですけど、ここにこういう風にブレースができていて、ケーブルがその間を通ってくるような形になっていて、ケーブルがベルと干渉しないようになってるんですね。これはすごくいい作りだなと思います。これは T モーターになりますけど、通常このようにケーブルがそのまま下から出ていて、まあこのシュリンクチューブやらがちょっと厚みがあるとですね、ベルに引っかかったりすることがあるんですけど、まあこれはそういう面ではすごく丁寧な作りになっていますね。はい、モーターの取り付けが終わりましたので、今度は振動をチェックしてみたいと思います。で、まずですね、振動チェックするには、ドローンを、振動が伝わりやすいような柔らかいクッションのようなものに置いて、コンフィギュレーターからモーターを回して、コンフィギュレーターの振動の線を、ジャイロのですね、線を見て、グラフを見て、どれぐらい振動が出ているかをチェックします。基本的に新品のモーターの場合は、もうほぼ振動はないはずですね。0から100%の間、スロットル領域0から100%の間で振動起きないはずです。今まで使った T モーター F60 も、ジョニー FPV モーターも、新品の場合はもう全然振動なかったですね。まあもちろん一回飛ばしに行ってクラッシュしたら、もうそこでちょっとベルがブレてですね、まあ1500、では、振動は出るようになります。まあ、そんなにひどい振動じゃないんで、映像には支障はないと思いますけどね。というわけで、このような状態を作りましてですね、コンフィギュレーターにつなぎます。データアウトプッツ。で、モーターテスト。で、まあ、気をつけろよっていうのが出て、まあ、ペラを、当然ペラは外して、
モーターを一個ずつやっていきたいと思います。で、モーター1。それ全く振動ないですね。モーター2行きます。こちらもほぼ振動ないですね。ちょっと向きが、あ、向き合ってますね。はい、モーター3。ちょっと、ハイエンドで出てますね、振動が。4番か？4番は出ないですね。2番、ちょっともう一回チェックしましょう。2番もそうでもないですね。もう一回1番いきます。まあ、あんまりモーターに良くはないと思うので、そんなにハイエンドのは長くやりたくないんですけど、1,2,4 は大丈夫そうで、3だけちょっと出てるっぽいですね、振動が。うん、まあ全然許容範囲だと思いますし、1900、2000あたりってほとんどフリースタイルでは使わないんで、まあ一瞬スロットルパンチはすると思うんですけど、まあ多分全く映像には出ない程度だと思います。というわけで次は最後の仕上げをして実際にフライトをしてみたいと思います。
メイデンフライトを無事終えてきました。皆さん映像の方いかがでしたでしょうか。まあ私フライトしてる最中はもう全くあれですね。他のモーターと比べて遜色ない全くいいモーターの感じでしたね。もちろん新品なんでフライトもとてもスムーズでしたし、コンフィギュレーター出てたモーター3のビビタル振動も全く気にならなず、映像を見返してみましたけど、私が見る限りは全然満足な感じですね。大きな目立った振動もなく、でハンドリング他性能も基本的に良かったです。なので多分これからもこの、まあ特に問題が起きない限りこのフライウーもう一回購入してみようかなと思います。まああとはちょっとした、そうですね、持続性とか、まあ今日も何回かクラッシュしたんですけど、その後もすごいスムーズに飛んでたので、結構頑丈だと思います。で他のモーターと比べて、まあ、これ21ドルフライウーの直販サイトで売っているんですけど、21ドル99セントかな、割とコス安いモーターなのでですね、他のモーターと比べると4ドル5ドル安くなっています。安い分あれですかね、 QC クオリティコントロールが低いのかっていうところもあるかもしれないですね。このちょっとブレたモーターが出てくるあたりを見ると、でもまあそれでもその安い分許容範囲かなと個人的には思います。ちなみにこのフライブモーター、お手拭きがついてきます。よく GoPro の、あれですね、保護レンズとかについてくるやつ。ここに、It can help you taking nice photos っていう、英文も間違っているコメント付きのお手拭きがついてきます。これでモーターを磨いて、かっこいい写真を撮りましょうっていうことなんでしょうかね。それでは、次回は今度は新しい ESC を試してみたいと思うので、そちらもご期待ください。それでは。